K23-24 次列車とは、中華人民共和国の首都北京とモンゴル国の首都、ウランバートルを結ぶ、中国鉄路走行し北京鉄路局とモンゴル国鉄が共同運行する優等列車である。モンゴル国内では023-024列車と称される。K23-24 次列車は、K3-4 次列車に続く中国とモンゴルを結ぶ国際列車で、 1985年7月2日に運行を開始した。計2 3 2 4次列車は途中警報線、州2線及びモンゴル中間鉄道を経由し、中国国内では北京市、河北省、山西省、内モンゴル自治区の4省市区を通過して国境を越え、モンゴル国内ではドルノゴビ県、ゴビスンベル県、トゥブ県とウランバートルの4県市を通過する。 その運行距離は 1553km である。中国が担当する列車は、北京鉄路局北京客運団国際列車チームが乗務し、通年にわたって週に1本運行されている。北京発ウランバートル駅計23列車は土曜日に北京駅を発車し、所要時間は26時間58分で日曜日にウランバートル駅に到着する。 ウランバートル発北京行き二2 4列車は毎週木曜日にウランバートル駅を発車し所要時間は28時間25分で金曜日の昼に北京駅に到着するこの他に夏季の繁忙期にはモンゴル担当の列車も運行され通三3 2 4次列車は週日本運行となるモンゴル担当列車の乗務員はウランバートル鉄道管理局所属で 中国担当列車と所要時間の差はない。モンゴル担当列車の北京発ウランバートル行き系23列車は、月曜日に北京駅を発車し、火曜日にウランバートル駅に到着する。ウランバートル発北京行き系24列車は、毎週土曜日にウランバートル駅を発車し、所要時間は28時間25分で、日曜日の昼に北京駅に到着する。 モンゴル客車で運行される K23-24 時列車1955年12月12日週2線の改め機工事が完了し線路の幅が 1435mm の標準機からモンゴル、ソ連と共通の 1520mm の後期となり中国とモンゴルは鉄道で結ばれたこれは中国、モンゴル ソ連三国の鉄道連絡運輸協定に基づいて行われた工事で、この時からエレンホト駅での国際連絡運輸が開始された。1956年1月4日、中国、モンゴル、ソ連の三国は北京ウランバートル間で国際列車の運行を開始することを発表した。列車番号は89、90字とされ、車両及び乗務員は、 中国鉄道部が担当し、周年駅で代車交換が行われることになった。第一列車の出発式は中国国務院副総理、前年、モンゴル、ソ連政府代表団出席のもと、全門駅で行われた。1962年2月16日、モンゴル人の出稼ぎや、親族訪問による需要増を受け、北京ウランバートル間の直通旅客列車が1、 往復増発された。増発された列車の列車番号は7、8時で、客車と乗務員は中国鉄道部が担当した。この増発により、中国とモンゴルを直通する列車は週に往復運行となった。1965年10月12日、週2000の期間が 1524mm から 1435mm の標準期に戻された。これは、 中蘇対立の影響を受けたためで、大車交換駅が中央国境駅であるエレンホト駅に変更された。1974年9月2日、中国、ベトナム、北朝鮮、モンゴルとソ連の五国が北京で鉄道国際連絡運輸旅客列車時刻表取決め会議を開催した。この時、モンゴル国鉄は週に往復の列車のうち1往復を モンゴル国鉄が担当することを要求したため、1975年7月15日から8990時列車がモンゴル国鉄担当となった。1978年10月16日には89、8990時列車の国境駅での停車時間が短縮され、北京ウランバートル間の運行時間は44時間から37時間になった。 1985年3月25日、中国鉄道部とモンゴル運輸省の代表が、ウランバートルで国際列車の運行について協議した。協議の結果、繁忙期である夏季は、中国とモンゴルの共同運行である23、24次列車を、週に往復運行して89、90次列車を運休とし、換算期は23、24次列車を運休する、代わりに、 中国担当の89、90時列車を週1往復運行することとなった。23、24時列車の担当は1年ごとの交代制とされ、1985年は中国が担当し、翌1986年はモンゴルが23、24時列車の運行を担当した。1994年、23、24時列車は中国担当で、 通年運行となり、89、90次列車は運休となった。89、90次列車の北京襲名南関のダイヤは、現在北京夫婦ホト間で運行される計89、90次列車のダイヤに転用された。2000年10月21日、中国鉄道部は第3次大日下げ速を実施し、23、24次列車は快速列車となり、 列車番号は、K23、K24 時に改められた。モンゴル客車の行き先表 k、k 通算、K24 時列車の牽引機は、中国国内では、北京鉄路局使用豊田大機無断の HXD3 型、電気機関車が、北京駅から周年南駅まで担当し、北京機無断所属の機関士が乗務する。周年南駅から、エレンホト駅までは、夫婦ホト鉄路局州。 ネイキムダンの東風 4D 型ディーゼル機関車が使用され、州ネイキムダン所属の機関士が乗務する。モンゴル国内は旧ソ連製の 2M62M 型ディーゼル機関車が使用される。エレンホト駅で台車交換を行う k 通3 2 4次列車。中国とモンゴルでは線路の機関が異なり、中国は 1435mm の標準機。 モンゴルは 1520mm の後期である。そのため、K23、K24 次列車は、エレンホト駅での出入国審査の合間に、客車の台車を交換する。K23、K24 次列車は、エレンホト駅で3時間以上停車するが、その間乗客は、駅の待合室に移動するか、客車に乗ったまま待機するか選ぶことができる。しかし、 モンゴル車両の場合は全員ホームに下される。台車交換作業は、車両を一両ずつ切り離した後、ジャッキで車体を持ち上げ、台車を押し出した後、新しい台車を手作業で車体の下まで運んで車体に繋ぐという工程である。中国が担当する K 23、K23、K24 次列車の客車は、賃貸を四方記者車,車,車両製の 25GK 客車である。 北京エレンホトカンは17両編成で、定員36人の高伏せ車10両、定員12人の高級南伏せ車3両、定員32人の南伏せ車、食堂車、荷物車、及び電源車が各1両からなっている。食堂車は国ごとに増解決が行われ、入国時に連結され、出国時に切り離される。そのため、軽通3 k 2 4次列車はエレンホトで食堂車、乗務員用休憩車及び交付車車2両が切り離され、国境通過後モンゴルのザミングド駅でモンゴル国鉄の食堂車及び乗務員用休憩車各1両が連結される。なお、増結車は連結しない日もある。モンゴルが担当する K23。 k 2 4次列車の客車は、登山軌道客車で2 5 g 系客車をベースに、製造されたロシア式客車で、車体には、と記してある。ウランバートルザミングウード間は17両編成で、定員36人の、高伏せ車10両、定員20人の高級南伏せ車3両、荷物車、乗務員用休憩車、食堂車及び電源車、各1両からなっている。 K23、K24 次列車は、ザミンウード駅で、食堂車、乗務員用休憩車及び交付せ車2両が切り離され、国境通過後中国のエレンホト駅で、中国国鉄の食堂車及び乗務員用休憩車、各1両が連結される。なお、増結車は連結しない日もある。2019年12月30日現在。K23、 24次列車は、モスクワ行きの K3、4次列車と同じダイヤで、運行され、月曜北京発、K23 次列車と土曜ウランバートル発、K24 次列車は下記のみの運行である。なお、北京時間とモンゴル時間との間に、時差はない。2009年1月3日14時44分、モンゴル車両のウランバートル行き K23 次列車が、 三西省大同社保守湾駅付近を走行中、機関車のすぐ後ろの電源車から突然発火した。幸い怪我人はいなかったものの、当該列車に遅れが生じた。事故発生後、ふフほト鉄路局は、応急救援式部を立ち上げて対策に当たった。応急救援式部はまず乗客の水と食料を確保し、同時に、 山西省古山駅に停車中の1483次列車から発電車一両を切り離し、星湾駅まで送った。モンゴル車両の規格は中国の車両と同一であったため、電源車連結後、二2 3次列車は運行を継続することができた。その後、応急救援式部の人員が二2 3次列車にエレンホトまで随行し、1月3日19時55分に、 K23 次列車は正常ダイヤに回復した。ありがとうございます。